山本周五郎作、大井之助始末。大井之助高中は、相模守高持の長子に生まれた。母は松平市で、高中の下に、矢五郎、亀之助という二人の弟が生まれたが、その二人の母は、側室の石川市であった。 彼の幼名は法師丸と言い,い、13歳までその名のままでいた。それは彼が生まれた時、この和子は育たないかもしれない、と恩用家が言い、役を避けるために法師という名をつけたのだそうである。そして高持は彼を昭愛するあまり、もし解明して、 間違いがあってはという恐れから、そんな年まで幼な,なで読んでいたということであった。音容家の予言にもかかわらず、宝士丸は極めて健康に育った。かも軽く、放送も軽く済んだ。体つきは肥えて骨太で、背丈も高く、 動作はキビキビと貧瘡だった。ふっくりと頬の赤い顔は一文字なりの濃い眉と、切れ長の涼しい目と、線のはっきりした口つきとで、いかにも高い気品と頭の良さを表しているように見えた。彼は健康で賢い子に育った。 7歳の春、家臣の中から選ばれた同じ年の子供たち15人が学友として上がり学問と武術との稽古を始めた。学友たちの方は大抵5歳くらいから素読もやり袋しないも持たされていたが、法師丸は父の意見でそれまでに稽古事は何もしていなかった。 彼はすぐにそのことに気づいた。みんなは自分よりよくできる。法師丸はそう思ったようである。しかし、一年余り経つうちに、学問も武術も目覚ましい心境を見せ、やがて学友十五人を抜いて、第一位を占めてしまった。 自分ではそれが信じられなかったらしい。彼にはその頃からそんな神経があった。教官がそのことを学友たちに向かっていったとき、その教官を呼びつけて怒った。自分を特別扱いにしないでくれ。教官は返事のしようがなかった。 しま丸は力も強く、相撲が好きで、学友たちとよくやったが、誰も叶うものはなかった。十五人の中では、まさき小三郎が一番強かったので、誰よりも多く相手をさせられたが、一度もしま丸には勝てなかった。ある時、よほど悔しかったと見え、 泣きながらむしゃぶりついたことがある。しま丸は遠慌した。だって相撲じゃないか、小サブ。と言ってなだめようとした。よせよ、相撲じゃないか。よせよ、小サブ。だが小さぶろうはなお飛びかかった。しま丸は彼を投げ飛ばして逃げたが、彼は投げられても 投げられても追って行き、どうしても捕まらなくなると、泣きながら家へ帰って行った。宝士丸はあくる日、小三郎に自分の担当をやった。小三郎は赤くなって、昨日の無礼を謝り、これからは決してあんな真似はしないと誓った。その時の担当は、 殿下の菊一文字だったので、父の高持から助佐田のをもらい、俺の代になったら菊一文字の方をやる、と約束して小三郎と取り替えた。もちろんその約束は問題ではないが、法師丸にはその自分からそんな風な思いやりがあったのである。 父の高持は法師丸を溺愛した。家臣たちもこの君こそ半家の中高になられるだろうと頼もしく思っていたが、高持があまり可愛がるので、かえって法師丸のためにならないのではないかと心配するくらいであった。法師丸は無事に成長した。 十三歳で菊次郎と改名し、学友は五人に減らされた。小三郎はその中に残った。そして学問も武術も他から一流の師を招いて稽古を始めたが、十七歳になるまでやはり周囲を締め通した。そしてその年から、 五人の学友の任務を解き、大井之助高中となって、藩主となるための勉強にかかった。ここまでは無事であった。高持の出来合いにもかかわらず、彼の迷路を率直であり、勤勉で思いやりが深く、いかにも好ましい性質と、健康に恵まれた体と、 面積な頭脳とは少しも損なわれることがなく、ますますその長所を伸ばしていくようであった。しかし、それは18歳の秋までで、それからの彼はすっかり変わってしまった。大井之助は18歳の秋、 吉岡慎之助という自信を手打ちにした。慎之助は二百石ばかりの古生組で、その時、年は二十一歳。芝浜の中屋敷の庭で、大井之助と二人だけで話していた時、手打ちにされた。人たちで首から胸まで切り下げられ、その場で絶命した。 無礼なことをしたから成敗した。大井之助はそう言った。新之助が手打ちになったと聞くと、その父の五郎左衛門夫妻は、申し訳なしという遺書を残して自殺した。我が子が若殿に無礼をしたので、謝罪のために死んだのであろう。高持は大井之助を呼びつけて、 初めて強く叱った。大井之助はただ、無礼なことをしたというだけで、具体的に何をしたかも説明しなかったし、悪かったと思う様子もなかった。逆意でもない限り、自分で手にかけることはならぬ、と高持は言った。罪があれば、 その良しを老職に申し、起き手に従って罰しなければならぬ。そのくらいのことがわからぬお前ではあるまい。彼の無礼は許せないものだったのです。それなら、どう許せなかったかを申してみろ。いや、申しますまい。と大井之助は言った。人の気持ちはそれぞれ違うものです。 私には許せないことでも、父上には笑って済ませるかもしれません。私には許せなかった、という他に申し上げることはございません。高持は黙って吐息をつくばかりだった。大井之助は麻布二の橋の下屋敷で三十日の謹慎を命じられた。 藩主の生死が三十日の禁止に服するなどということは、おそらく他に例がないと言ってもいいだろう。大井之助の人となりを知っている家臣たちは、連所して相模守に遊女を訴えた。しかし、当の大井之助がそれを承知せず、自分から進んで約半年の間、下屋敷にこもっていた。 芝桜川町の本邸へ帰った時、大井之助の性質はすっかり変わっていた。顔色も悪く、体も痩せ、ひどくムラキで神経質で、つまらないことにすぐかとなった。酒も飲み始めたが、飲むと乱水し、わめき叫んだり、乱暴をしたり、 器物を壊したりするのであった。これは病気に違いない。みんながそう思い、医者に見せようとしたが、大井之助はどうしても承知しなかった。無理に診察させようとすると、刀を抜いて、危うく医者を切ろうとさえした。一体どうしたことなのか なぜ、そんなことになったのか。誰にも理由がわからず、家中全体が途方に暮れた。高持の落胆と嘆きの深さは、周囲の者の目を背けさせるほどであった。密かに火事祈祷なども試みてみたが、もちろん効果はないし、高中の筐体は、 増悪するばかりのように見えた。そこで、静観な国元で保養させようということになり、幕府へは、相模守に代わって国入りをさせると届けた上、十人の自信をつけて国元へ送った。国元での大井之助は、一年近い間落ち着いていたが、 出布する間際になって、また暴れ出し、そのため、病気という届けを出して、出布を伸ばさなければならなくなった。それから、乱業が始まった。その年に城を出て、椿が丘の山荘へ移り、江戸からついてきた十人の地震と、気ままな生活を始めたのであるが、 遠乗りに出ると、農家の娘をかすめて行き、五日も七日も止めておいて主演をしたり、また、城下の遊女や芸儀を集めて、松屋川で船遊びをしたりした。ようとすぐに逆上し、刀を抜いて暴れるのはいつものことで、そうなると、 もう周囲の者は遠く逃げて、静まるのを待つより手段がなかった。こうして二年経つ間に、江戸から老神がいさめに行ったが、還元など受付もしないし、また、江戸へ帰れという高持ちの命令も聞かなかった。しかも、行状はますます悪くなるばかりで、 ついには、泉や二助という、藩の金御用を務める商人を切ったり、遠乗りの途上、女性大井号の豪能、瀬ギ九兵衛を切るなどという、凶暴なことをするようになった。二人とも死にはしなかったが、二助は左の腕を切り落とされ、九兵衛は太ももを切られて、 右の足を失ってしまった。もう狂気に間違いはない。江戸で老身の密ぎが繰り返された。座敷牢を作って監禁するか。さもなければ命を縮めるより仕方がない。このままでは半家の大事になるという意見に一致した。 相模守高持は病弱だったので、国元における大井之助の行情は、ある程度まで内密にしてあったのだが、こうなっては隠しておけないので、老臣列座の上すべてを報告し、命を縮めるという点は言わず、監禁の許しを願った。 高持はひどく巻いたように見えたが、監禁の説には首を振り、命を縮めるようにと言った。狂気に間違いがないなら、監禁するのはかわいそうだ、と高持は言った。あれが檻の中で獣のように生きていることは、俺には到底耐えられそうもない。 むしろ、命を縮める方が、あれのためにも慈悲だと思う。老人たちは黙って神戸を垂れた。俺が命ずる。と高持は言った。大井之の助の命を、縮めるがいい。漢方二年九月。 正木兵衛は松村の城下町へつき、二の丸下の広岡殿の屋敷を訪ねた。広岡は八百七十石の筆頭画廊であるが、江戸からの知らせで兵衛の来ることはもう分かっていたから、すぐに通して丁重にもてなした。兵衛は風呂を浴び、 着替えをしてから殿は五十四五の痩せた小柄な体つきで髪にも眉にも白髪が混じっていた挨拶が済むと殿が酒を飲むかと聞いた飲みますと兵衛は答えた「平十郎殿は下戸だったが」 父は死ぬまで飲みませんでした。と氷衛が言った。父をご存知なのですか知っている。そこもとには祖父にあたる氷衛殿も知っている。ととのもが言った。氷衛殿は主号で、酒では家中に敵のない人だった。そこもとは名と一緒に 兵衛殿の酒を受け継がれたのであろう。私はそれほど飲みません。どうだかな本当にそれほどは飲まないのです。まあいい、と殿もは言った。後で見せてもらうとしよう。夕下まで休むようにと言われて、兵衛は一度、 自分に与えられた部屋へ戻った。そこには友をしてきた内田十右衛門が兵への脱いだものを片付けていた。十右衛門は五十七歳になり、祖父の代からの家牧なので、亡き父と殿もとの関係を聞いてみた。十右衛門はよく知っていた。 氷ョの亡くなった父、平十郎は、元国詰めで、五百国ばかりの中郎を務めていた。酒も、タバコも飲まず、金直を型にしたような、クソ真面目な性格だったが、あまり真面目でありすぎたため、同席の人たちとも折り合いが悪く、ある時、些細なことで、 老職と喧嘩をした結果、病気と称して隠居を願い出た。仲のいい治癒でもあれば取り成したのだろうが、普段周囲から煙たがられていたので、誰一人それを止めるものがなかった。隠居願いは藩主の手に届き、その事情もわかった。当時、 相模の神高持は若かったし、ちょうど病気中で気も立っていたのだろう。不届きだから食禄を召し上げて追放しろと怒った。そこで老人たちが初めて鳥なしに出、ようやく食禄半減の上、江戸詰めということに落ち着いたのだという。そうか。 そんなことがあったのか。あなたはまだ落ちそうございました。とジュエモンは言った。確か、お四つの春だったと思います。すると、ょうへは声を潜めた。その時、父が喧嘩した相手の老食というのは、もしかするとここの。いや、私は存じません。 ジュエモンは話をそらした。それよりも、あなたのおじいさまは豪主家で、酒の毛の絶えたことのない方でしたが、百五十国の番頭から五百国の中老にご出世をなさいました。それを金直一方の父が半分に減らしたというわけか。 世の中には皮肉なことがあるものです。しかし、とヒョエは言った。とのも殿はなぜあんな話を持ち出したのだろう。祖父が主豪だったとか、私も酒飲みだろうとか。ジュエモンは咳をした。ヒョエは彼を見た。お前にはわかるのかいや。 何も存じません。とジュエモンが言った。ただ、先ほどちょっとお見かけしたのですが、こちらにはお美しいお嬢様がいらっしゃるようでございます。よしてくれ、とヒョウエは言った。母上とお前はそんなことばかり考えている。たくさんだ。今、自分がどんな立場にいるか、 話したらさぞびっくりするだろう。そう思ったが、もちろん口には出さなかった。十右衛門はまた席をした。しかし、兵衛は気づかないふりをしていた。夕下の席で、労か家の人たちに会った。長男の又十郎夫妻、殿もの夫人と、ミニワという娘である。 長男夫妻は屋敷内の別棟に住んでいるという。右輪は十九歳。十右衛門が話していた娘だろう。小柄な体つきで、痩せ型のとんがったような少しも美しくない顔立ちをしていた。夕下は早く済んだ。食前には酒がついたし、 殿も夫人と、また十郎の妻女が給仕に座り、しきりに取り持ってくれたが、殿もまた十郎もほとんど飲まないので、自分ばかり飲むわけにはいかなかった。遠慮なしにお重ねなさい。と殿もはくたびも勧めた。その飲みぶりなら大丈夫だ。さっきのは冗談だからもっとお重ねなさい。 ヒ衛は赤面して逆付きを伏せた。その夜、寝間へ入ろうとしていた時のことであるが、廊下に忍び足で人の来る気配がした。ヒ衛エは殿もだろうと思った。あのことを話しに来たのだな。そう思って座り直したが、障子の向こうから聞こえたのは、 若い女の声であった。彼は不審に思いながら、どうぞと言った。すると、障子を開けて入ってきたのは、娘の右輪であった。ヒョウエは驚いて、必要もないのに、また座り直した。一言、お断りに回りました。右輪はこう言って、 障子際に座った。何か怒ってでもいるらしく、とんがったような顔がこわばり、目はこちらを刺すようなきつい光を帯びていた。何でしょうかとヒョウエは言った。私、あなたと結婚はいたしません。とミニワは言った。あなたに限らず、どなたとも 結婚はしないつもりですから。ちょっと待ってください。ヒョエはあっけに取られた。失礼ですが、と彼は思った。私にはおっしゃることがよくわからないんですが。ですから、お断りに参ったんですわ。いや、そうではなく、彼は唇を舐めた。つまり私は、いや、 あなたは、今その、と彼は娘を見た。今その、結婚をなさるとか、なさらないとか言われたようですが、そんなことは申しません、と右側は言った。私、あなたとは結婚はいたしません、と申したんですわ。はあ、そうですか。ええ、そうですわ、と右側は言った。 おわかりになりまして。ヒョウエは、わかりました。とうなずいた。しかし、とヒョウエは言った。どうしてあなたは、そんなことをわざわざ断りにいらしたんですか右輪はヒョウエの目を見つめた。じっと見つめて、そして言った。もうしてもようございますの ええ。伺いたいですね。では、申しましょう。と、右側は言った。それは、あなたがここへいらしたからですわ。そして彼女はしとやかに出て行った。ヒョは閉まった障子を眺め、遠ざかってゆく忍び足の音を聞いていた。その足音が聞こえなくなってからも、 ややしばらく、呆然と座っていたが、やがて静かに首を振った。変な娘だ、と彼はつぶやいた。頭がどうかしてるんじゃないかヒョウエはその夜よく眠った。明る朝、食事の後でヒョウエは初めて殿モと幼弾をした。 手紙で頼んだことはすべて箇条書きにしてあったし、注意すべきことは殿もが話してくれた。ヒョウエは椿ヶ丘山荘の図面と箇条書きに一通り目を通してそれをしまった。一つ聞きたいのだが、殿もが言った。そこもとはこの役を 申し付けられたのかそれとも、自分から望んだのか私から願って出たのです。難しい役目だということを知っているか知っているつもりです。非常に難しい役だ。とトノもは言った。現在はやむを得ないということがわかっている。一般の 満期に関わることだし、こうする他に手段のないということは、今はみんなが知っている。しかし、年月が経つと、人の気持ちも変わるし、今のこの事情をよく知らぬ者も,も出てくる。その時でも、若殿のお命を縮めたという事実と、 誰が落ちじめ申したかということは忘れられはしない。そして、どんな批評が起こるかということはわかるだろう。私の気持ちを申しましょう。とヒョエは言った。私がこの役を願い出たのは、若殿がおいたわしいからです。 どうしてもそうしなければならないのなら、自分がやろう。他の者のにはやらせたくないと思ったのです。後の批判などは構わぬというのか。その時はその時のことだと思います。とのもは、うん、と言った。それから、ふっといぶかしげに表絵を見た。 だが、と殿は言った。なぜそこもとが自分でやらなければならないのだ。昔、若殿の学友に上がっていたからです。それだけの理由か。ひょうえは何か言おうとしたが、唾を飲んでうなずきながら、そうです、と答えた。 それから四五日、彼は城下の町々やその近郊を歩き、椿が丘へも行ってみた。九月下旬の気候のいい時で、山や丘の多いその土地は、目を向けるところに美しい眺めがあり、どんなに歩き回っても飽きることがなかった。ある日、雨が降った。 ヒョエはカッパを羽織り、傘を差して、薩摺神殿という村へ出かけて行った。訪ねたのはゴロベイという百姓の家で、箇条書きによると、そこには梅といって、大井之助が一番初めにさらった娘がいるはずであった。その家にその娘はいた。 梅は二十歳だという。日に焼けているが、丸っこい、健康そうな、目のかわいい娘であった。ヒ衛は隠居所を借りて、梅と二人だけで話した。話は半時ばかりで終わったが、梅の言うことはヒ衛を驚かした。 彼女はまず、自分はさらわれたのではないと言った。さらわれたのではないってはい。と、梅はこっくりをした。私は自分から五点へ上がったんです。ヒ衛はそこで説明した。これは彼女自身のために聞くので、どんなことを言ってもとがめられはしないし、 場合によっては、班から償いが出るかもしれない。だからぜひ、正直なことを話してもらいたい。と念を押していった。でも私、嘘は言いません。と梅ははっきり答えた。お父さんやお母さんに聞いてもわかります。私、本当に自分で五点へ上がったんですから。どうしてだ それは、梅は目を伏せた。何か訳があるんだなはい、と梅はこっくりをした。では、その訳を話してごらん。それは、と梅は言った。それは、あの、若様がおかわいそうに見えたからです。ひょうえは口をつぐんだ。それからいった。 若殿がかわいそうに見えたってはい。と、梅はこっくりをした。ご家来方と遠乗りにいらして、この家へご休息にお寄りになったとき、私がお茶を差し上げました。その前にも二度ばかり、馬で駆けていらっしゃるのを、遠くから拝見したことがあります。でも、おそばへ寄ったのは、 それが初めてでした。ヒョウエはうなずいた。その時、お顔やご様子を見て、あたし、胸のここが絞られるようになりました。こんなことを申し上げていいでしょうか。ヒョウエはまたうなずいた。でも、言えませんわ。梅は首を振った。 口ではよく言えません。若さまは寂しそうな、悲しそうな、ちょうど捨てられた子供が、母親を探しているような、いいえ、もっと一りぼっちなお顔をしていらっしゃいました。私は胸が痛いような、苦しいような気持ちになって、どうしても何かして差し上げずにはいられなくなったんです。 何かして差し上げたのかはい、と梅は言った。ヤマメの似たのがありましたから、親たちは寄せと言いましたけれど、どうぞお口汚しにと差し上げました。大井之助はそれを食べて、うまいと言った。なんという魚だヤマメでございます。お前の料理か 私が焼いて、干して、そして煮ました。もうないか。まだございます。では、屋敷へ持って参れ。そんな問答をして、大井之助は帰って行った。そして、椿河丘へ届けたのか。私が行きました。と梅は言った。若様は、お庭まで私をお呼びになり、 お手遣お菓子をくださいました。あたしはまた胸のここが切なくなって、夢中で五点のおはしたにお使いくださいまして、そう言って泣いてしまいました。大井之助は梅の様子を眺め、それからよしと言った。うちへは使いをやるから、よかったら 今からここにいるがいい。ありがとうございます。俺は感触持ちだぞ。はい。酒を飲むと暴れるぞ。はい。よければ痛いだけ言いろ。嫌になったら返してやる。嫌になんかなりません。俺を知らないからだ。嫌になんか決してなりません。よし、行ってみろ。だが、 俺に触ってはならんぞ。大井之助はそう言った。梅は半月ほどいて、無理にうちへ返された。理由は、大井之助に触れようとしたからである。梅は、触ってはならんという言葉が、それほど大事だとは思っていなかったし、書き抱いて、慰めたいという気持ちが、 どうしても抑えきれなくなった。おそばに上がってから若さまがどんなに一りぼっちだかということがよくわかりました。と梅は言った。お酒によって乱暴をなさる時でさえ、こちらの胸が絞られるほどお寂しそうなんです。悲しい苦しい辛いことが お胸にいっぱいあって、それをじっと噛み殺していらっしゃるような、本当にたまらなくなるほどお寂しそうなんです。梅は見ていられなくなった。じっとしていられない。どうにかしてあげなければ自分の方が耐えられなくなった。梅は大井之助の新所へ行っ 大井之助は、梅を突き飛ばし、襟紙を掴んで引きずって行き、広縁から庭へ投げ飛ばした。二度と顔を見せるな、と大井之助は叫んだ。梅は泣いてわびたが、大井之助は聞かなかった。梅は家へ帰され、百日ばかりは病人のようになっていた。今でも、 と梅は言ったこれから先も私はきっと若さまのことが忘れられないでしょう。いっそ死んでしまおうかと思ったこともありました。けれど若さまが生きていらっしゃるうちは死ねない。若さまが生きていらっしゃるうちは生きていよう。そう気がついて思い止まりました。 梅は泣き出した。泣きながら大井之助を哀れがり、もう一度蕎麦遣いができたら死んでもいい、などと言った。雨の中を帰りながら、兵衛は自分が深く感動しているのに気づいた。吉岡新之助を切ったことが原因か、と彼は呟いた。 それが心の傷になって、今なお自分を苦しめていらっしゃるのだろうか。そうかもしれない。おそらくそうだろう。とヒョウエは心の中で思った。ヒョウエは大井の助を法師丸の自分から知っている。十五人の学友の中でも、学友が五人に減らされてからも、 彼は誰より大井之助に好かれていた。確かに好かれていたと思うし、彼の方でも自分が一番大井之助を理解していると信じていた。やはりそうだ。原因はそれだ。と表へはつぶやいた。あのご気少で人を手にかけて、そのまま 忘れることのできるような方ではない。やはり、俺が来てよかった。ことによると、うまくいくかもしれないぞ。ヒョウエはにわかに勇気が出たようであった。彼は、さらわれた娘たちを、過剰書きに従って尋ねた。一年ばかりのうちに、全部で十七人いた。 彼はその娘たちに会い、口書きを取って母音を押させた。彼女たちの話は、辰見神殿の梅のものとよく似ていた。梅以外のものは自分から望んだのではなく、はじめは強養されて山荘へ行った。中にはほとんどさらわれたといっていい手段で、 連れて行かれたものもある。しかし、椿が丘で数日暮らすと、皆一様に大井之助に引きつけられ、大井之助から離れられなくなるのであった。若様はおかわいそうな方です。娘たちはおのおのそう言った。何か、 随分不幸せなことがあるのでしょう。誰かがついていて、おなぐさめしなければ、もっとご不幸になるに違いありません。そして、誰か、とは、娘たちそれぞれが、皆自分だと信じていた。大井之助は、どの一人とも親しまなかった。長くて十日。 大抵は五六日で返してしまい、帰れと言い出したが最後、どんなに懇願しても許されなかった。娘たちの梅野も口書きが揃った夜、兵衛の部屋へ十衛門がやってきた。十衛門は貸し長屋の方にいるので、ほとんど話をする機会がなかったのである。 今夜は申し上げなければならぬことがございます。とジュエモンが言った。後にしてくれ。いや、申し上げなければなりません。俺は多忙だ。なんでご多忙ですかとジュエモンが言った。もう半月近い間、あなたは少しも落ち着かず、出てばかりいらっしゃる。一体、 何のためにそう外出ばかりなさるのですか俺は国元へ見学に来たのだ、とヒョエは言った。うちにこもっていて見学ができるとでも言うのかねご見学はわかっております。しかし、外出ばかりなさるのはそのためだけではありますまい。なんだって ヒョエはびくっとした。十エモンはめくらではございません。そうらしいな。あなたは右輪様がお気に入らぬのでございましょう。ヒョエはじろじろと十エモンを見た。あのとんがったような娘か。とヒョエは言った。お前はお美しいなどと言ったが、なんだ あの尖ったような顔は、失礼なことを仰せられる。おまけに、あの娘は頭もおかしい。お口が過ぎますぞ。お前が言い出したんだ、とひょエは言った。俺はまだ覚書を書かなければならない。すまないが、用を言ってくれないか。あなたがそのおつもりなら、 もう、申し上げることはございません。怒ったのかどうぞ、覚えがけをお書きください。私はこれで下がります。そして十右衛門は出て行った。なんだとヒョエは呟いた。お菓子のの。殿。あくる日、ヒ衛は泉屋を訪ねた。 泉屋の店は城下の中央で、青柳通りというところにあり、大きな五福章を営んでいた。先代から藩の金御用を務めているそうで、五棟の土蔵があり、やはり土蔵作りの店の奥に、庭を構えた別棟の住まいがある。敷地は三百坪ほどらしいが、 住まいの作りなどは、筆頭画廊の広岡家よりも立派に見えた。二助は在宅で、すぐにヒ衛と会った。二助の話はヒ衛を失望させた。大井之助は彼を酒の相手に呼び、乱水の上突然切りつけた。 自信が抱き止めたから腕一本で済んだが、危うく一命を失うところだった。もちろん狂気という他はない、とニスケは言った。何か機嫌に触るようなことでも言ったのではないか。どういたしまして、乱水の癖のあることは聞いていましたから、それこそ腫れ物へ触るように注意していたのです。 その席にいた自身は誰と誰だったか。私はそれまでに前後三度、ご機嫌伺いに上がりましたが、おそばにいるのは、いつも松原、井上、岡本のお三人でした。わかった。江戸からお調べに来られたのですか。正直に言ってしまおう。 ヒョエは打ち明けて話した。ニスケはもう五十六七になるし、藩とは深い関係があるので、大井之助の除名に協力してくれるかもしれないと思った。ニスケは首を振った。彼は大井之助を憎をしていた。藩家が大事なら目をつむるべき時だ、などと言った。 事情を話したのは失敗だった。正直に打ち明けたことを悔やみながら、兵衛は大井号へ回った。そこは城下町から西へ一里余り行ったところで、セの家は遠くから見てもすぐ分かった。その屋敷は松原川を前にし、後ろを丘に囲まれていた。 寮内でも指折りの地主で、名字台頭を許され、庄夜の他に合預かりという役を兼ね、あるじ九兵衛は城中にも席があった。屋敷は水地兵衛を回し、黒い歌舞伎門で、洗剤から玄関の構えなど、まるで堂々たる武家屋敷のようであった。 九兵衛は寝ていた。太ももから切断した傷跡が近頃また可能して治療し直さなければならないということであった。九兵衛は三十六七歳の肥えたたくましい体つきであり、肉の厚い顔も眉が太く唇が厚く、いかにも性感という感じであった。 これも望みはないなあ。ヒョエはそう直感した。望みがないどころではなく、キューベは逆に大井之助の罪を数え立てた。大井之助は遠乗りに来て立ち寄り、酒を要求したので、趣向を整えて接待した。キューベはもう泉屋の出来事を知っていたから、 自分は挨拶をしただけで下がり、妻と女たちだけで救助をさせた。大井之助は機嫌よく飲み、帰るというので、九兵衛が挨拶に出た。すると、無礼者と叫んで、抜き打ちに切りつけた。主が接待に出ず、下女に救助させたというのである。 地震が五人いて、三人が大井之助を抱きとめ、他の二人が九兵衛を助けて逃げた。その時の人たちで太ももの骨まで切られ、医師はすぐ外科を呼んで切断したということであった。泉屋と私だけではありません。と九兵衛は言った。江戸ではご存じないかもしれないが、 他にも三人、若殿に切られて怪我をした者がおります。そして九兵衛はその三人の名を挙げた。監禁するか、もっと思い切った方法を取るか、と九兵衛は言った。とにかく、一日も早く処置をしないと、取り返しのつかぬことになりますぞ。半家のために必要とあれば、 若との一人の命を縮めるくらい、稀なことではない時代だった。幕府歴代の将軍の中にさえ、暗殺されたと伝えられる例がある。兵衛は、がっかりして、セギ家を出た。九兵衛の挙げた三人、やはり、大井之助に傷つけられたという三人のことは、もう、 当たってみるまでもないと思った。もう、直に会うより他にない。ヒョウエは自分に言った。会って話してみよう。昔の学友の気持ちになって話せば、あの方もわかってくれるかもしれない。彼はそう決心した。その日、下場してきたヒロオカとのもは、ヒョウエを呼んで、 江戸の殿が描画されて、かなり悪いらしい、と言った。その朝、江戸から急死の知らせが来て、早く大井之助の始末をするように、という上位があった、とも告げた。そこも殿していることはよくわかると殿もは言った。しかし、ここに至っては、 多少の好条件を集めたくらいでは、ことを挽回するわけにはいかない。現に、椿ヶ丘には、今でも娘が一人、さらわれたまま、返されずにいるのだ。明日、山荘へ行くつもりです。助立を出そう。ととのもが言った。腕の立つ者が二人いる。それを連れて行くがいい。 いや、一人で参ります。自身が十人いるぞ。知っています。しかも、葉山上右衛門という者はやり、定住一之助と新井九馬は、東方の達者だと聞いている。それも知っています。と兵衛は言った。荒井とは手合わせをしたことはありませんが、 はやまやさだずみとはたびたびやりました。とのもはひょうえの顔を見守った。では、いいように、ととのもが言った。私はそこもとが、めでたく役目を果たして、江戸へ復命に帰るものと信じているぞ。ひょうえは答えなかった。夕下の禅には、 あれ以来初めて酒がついた。兵衛は酒好きに三つ飲んでやめた。その夜、十時頃のことであるが、兵衛は江戸の母に手紙を書いていた。国本見学という名目で来たが、実は近々の役を仰せつけられ、明日は山荘へ行くつもりである。 精神を尽くして、誤解心を願ってみる。まだ、誤解心の望みはあると思うが、もしダメなら、仰せつけられた通りにする。おいたわしいが、お家万代のためであり、相模の神様のご意志であるから、やむを得ない。また、役目を果たしたら、自分もその場で切腹し、 読みのおとむをする覚悟でいる。先立つ不幸はわびようがないけれども、ごばぜんに打ち死にをしたと思って許していただきたい。そこまで書いてきて、ヒ衛はふとを振り返った。障子を開けて、右輪が静かに入ってきた。ヒ衛は書きかけの手紙を隠した。 声をおかけしたのですけれど、と右輪は言った。お返事がないものですから。何か用ですかお詫びに参りました。ヒョウエは娘を見た。娘は美しかった。化粧をしているためだろうか。いや、この前も化粧はしていた。変わっているのは、 着物や帯だけだろう。しかし、顔つきは見違えるように美しい。ふっくらとした方や、うるみを帯びた目や、恥ずかしそうにすぼめた口元など、むしろ、老をたけたと言いたいくらい優雅に見えた。これがあの晩の尖ったような娘か。 ヒョウエは化かされたような気持ちになった。マサキ様がなぜこちらへいらしたかという本当のことを私今夜初めて伺いました。そんなことを誰が父が母に話しておりましたのと右輪は言った。私知らなかったものですからあんな はしたないことを申し上げてしまって、お詫びを申すよりも、私、あんまり恥ずかしくって、死にたいような気持ちですわ。そして彼女は身をもむようにした。その言葉の通り、耳まで赤くして、まさに恥じらいのために消えも入りたそうな様子だった。間違いは誰にだってあるものです。 とヒョウエは言った。しかし、一体あの晩はどうしてあんなことを言いに来られたんですかそれはご存知のはずですわ。いや、わかりません。私には見当もつきませんね。だってそんなはずはないと思いますわ。右輪はヒョウエの顔を見上げ、彼の言うことが事実らしいのに気づいて、 今度はもっと恥ずかしくなったと見え、片方のたもとで自分の顔を覆った。私どうしましょう一体何事ですとヒョエは言った。訳を言ってください。何がどうしたと言うんですかどうぞ勘認してくださいまし。私からは申し上げられません。そして、ごめんあそばせ。と言いながら、 顔を覆ったまま廊下へ出て行った。どういうことだ開けたままの障子を眺めながら、ヒ衛はまた化かされでもしたような気持ちになった。しかし、綺麗じゃないか、と彼は呟いた。あの晩はあんなに尖ったような娘だったのに、わけがわからない。 彼は母への手紙を書き続けた。あくる朝、殿もはヒ衛に参婚の式をしてくれた。ヒ衛は素直に修儀を受けた。新しい肌着に白の下着、父の形見の小袖を重ねたが、これはいつでも両袖を脱げるように少しくつろげてきた。 十衛門は着替えの世話をしながら、低く囁くように言った。右は様のことをご存じなかったのですか何をヒョエは上の空だった。ご縁談のことです。縁談だってヒョエは振り返った。こちら様からご母堂に話があり、それで、 ご見学という名目でいらしたのではございませんかヒョウエは疑わしげに十エ門を見た。ご存じなかったのですか知らなかった、とヒョウエは言った。母上は何もお知らなかったし、ヒロオカさんからも、別に、言いかけて彼は口をつぐんだ。別に、 どうだったのですセンスをくれ、とヒョエは言った。それから、刀だ。私はお嬢様から話を伺いました。あの人は綺麗だ、とヒョエは言った。お前の言った通り綺麗だ。俺の目はどうかしていたらしいな。あなたの、 お役目のことも伺いました。「机の上に手紙がある」とヒョエは言った「俺に万一のことがあったら母上に届けてくれ」「ジュエモンは友をすると言い張ったがヒョエは許さなかった」 泣いて頼む十衛門を残して、彼は一人で椿ヶ丘へ行った。山荘では、まず松原忠太夫と会った。忠太夫は大井之助の容人で、三十六歳になり、江戸屋敷にいた頃からずっと高中のそばに仕えていた。彼は、 兵衛の来た目的をすぐに察したようで、顔色を変えたまま、しばらく物を言わなかった。殿の御意ですかそうです。御赦面を願う余地はないでしょうかわかりません。と兵衛は言った。もし、若殿に御業績を改めてくださるお気持ちがあれば、たく、 望みがないわけはないと思います。しかし、私には今、何と申しようもありません。私はお供をするつもりです。もちろん、準視するという意味だろう。それは考えていなかったので、ヒョウエはちょっと老狽し、断じて許されないと強く注意した。 中太夫は自分一人ではなく、古障頭の井上逸左衛門、葉山上右衛門の二人も、お供をする覚悟であると言った。それはご上位で禁じられていると表衛は言った。もしも違反すれば、その親族まで罰するという上位である。自分はそれを、 殿から直々に仰せつかってきたと兵へは言った。あなた方は付き人として責任をお感じになるでしょうがと兵へは言った。若殿のご乱行は江戸からのことであなた方だけの責任ではないでしょう。むろん責任もあるが単にそれだけではないというのは はっきり理由は言えない。口では言い表しにくいが、と中太夫は言った。強いて言うとすれば、いや、もうすまい。若殿がご不憫だということですか。中太夫は不審そうな目をした。違いますかと表絵が言った。そこもとにどうしてわかるのです。 よそでたびたび聞いたのです。ヒョウエは娘たちのことを語った。すると、中太夫の目が動いた。娘たちに会ったヒョウエの意図を察したらしい。そこでヒョウエは、泉屋や千儀久兵にも会い、彼らの主張を聞いたことも話した。一体これはどういう意味であるか。 誘拐された娘たちが口を合わせたように言うことと、セギや泉屋の言うこととは全く相反している。片方が無条件な愛と哀れみであるのに、片方は激しい憎悪だけであった。無論その責めは大井之助にあるだろうし、娘たちが 何か大きなご不幸があったようだ。という通り、吉岡慎之助を切った後悔が、今も心を苦しめているのだろうが、それなら、泉屋やセギ屋、セギの行った他の三人に対しては、なぜあのように凶暴になったのか。それについて思い当たることがあるかどうかと、ひょは聞いた。 中太夫はわからないと答えた。九兵衛の言う他の三人の一人は、途中太夫は言った。実は、ごぼ大事の住職だったのです。兵衛は、あっと目を見張った。これは、江戸へはもちろん、当地でも原比にしてきたのですが、 勇は神戸をたれ吐息をついたその時我々は今日のあることを覚悟しました住職は名を知恵といい年は63歳であった大い之助は徒歩で野ヶ家に出その帰りに自願寺へ立ち寄った 寺では客殿に席を設けて接待し、高中の求めで酒を出した。ここでも酒癖のことは知っていたから、住職が商売でよくよく接待に気を配った。すると、それほど酔ったとも見えないのに、高中は遅延に酒好きを投げつけ、それを避けると、 世の使わした逆月を投げたな、無礼者、と言って切りつけた。自信たちが抱きとめたので、右の太ももを切っただけで済んだが、その傷のために、遅延はびっこになった。ヒョエは一種のだるさを感じた。体中の力が抜けてしまったような、もうダメだ。 という感じだった。しかも、私どもには、若殿が苦しんでいらっしゃる、ということがわかるのです。途中太夫は続けた。吉岡慎之助を成敗したことが、苦悩の原因かもしれない。そのことは決して口に出さないし、他に思い当たることもない。だが、 いかにも深く苦しんでいる。大井之助自身は隠そうと努めているが、そばの者にはその苦悩がよくわかるし、ほとんど見るに耐えないくらいである、と中太夫は言った。ヒ衛はやがて顔を上げた。では、お目通りを願いましょう。中太夫は伺うようにヒ衛を見た。 どうぞ、とヒョは言った。昔、語学友に上がった、正木キヒと、お取り次ぎを願います。十代ーは立っていった。大井之助は、今で酒を飲んでいた。そばには、若い女が一人。かに三人の自身がいた。二人は、葉山上江門と、 サダ一之助。もう一人は知らない顔であるが、小小頭の井上逸材門であった。女は年の頃十八句で、眉や目鼻立ちのはっきりした、器量はいいが、気の強そうな顔つきをしていた。なんだ、小サブではないか。高中は逆付きを持ったまま行 ヒ衛などと言うからわからなかった。と、高中は続けた。貴様、まだ生きていたのか。小さぶと知ったら会うんではなかったが。まあいい。酒好きをやるからよれ。ヒ衛は休括を述べながら見た。高中は痩せていた。骨太だからたくましく見えるが、 昔のふっくらと固く肥えた、血色のいい、健康な、明るい面影は全くない。額には深く縦じわが刻まれ、目はギラギラしていた。その目は不安定で、暗く憂鬱な色に覆われるかと思うと、すぐにまたギラギラと光った。 頬骨が現れ、痩せたためだろう。唇が薄く大きくなったように見えた。こいつは小三郎という名だった。高中はそこにいる者たちに言った。弱いくせに悔しがりの泣き虫で、俺が相撲で投げ飛ばすと泣いて追っかけてきたものだ。よれ、小三郎。 坂月をやる。ヒ衛は執行した。高中はもっと進めと言い,い、自分の手からヒ衛に坂月を渡した。手から手へ、坂が渡ったとき、高中はじっとヒ衛の目を見、口の中で、小サブが来るとは、とつぶやい か山ま右衛門が救助をした。こいつは泣きながら追っかけてきた、と大いの助は言った。もうよせと言っても聞かない。俺は三度か四度も投げ飛ばし、相撲で負けて怒る奴があるか、もうよせとなだめた。だがこいつは、蜂に刺されでもした赤ん坊のように、わーわー泣きながら、 どこまでも追っかけてきた。そうだろう、小サブ。もっと重ねてやれ、ジョーエモン。そいつは飲めるんだ。ジョーエモンが給仕をした。ヒョエは三つ重ねて飲み、回収を出して酒付きを包もうとした。まだならん、と高中が言った。貴様の用事はわかってる。もっと飲め。 高中は大きな酒好きを取って酒を継がせた。ヒョウエはくるんだ酒好きを懐に入れ、恐れながらと手をついた。漁員に背くようですが、申し上げたいことがございます。とヒョウエは言った。どうぞ、お人払いを願います。落ち着け、ようはわかってるぞ。 ヒョは高中を見上げた。高中は逆付きを女に渡し、みんなしばらく下がれ、と言った。すると、井上逸左衛門がなと言い、葉山上衛門も拒んだ。いや、下がりますまい。たとえ魚医であろうとも、この座は下がりません。二人はこもごもそう言った。 高中は教則を打った。俺に恥をかかせる気か。と高中は叫んだ。江戸から来た死者の前で、大井之助に恥をかかせたいのか。下がれと申したら下がれ。そして女に向かって行った。なお、お前も下がれ。背く者は感動だ。彼らは去って行った。 ヒ衛は自身たちの足音を聞いていた。そして彼らがお次ではなく、焚き火の間あたりまで遠ざかるのを確かめた。高中はそれに気がついたらしい。冷ややかな声で気にするな、と言った。かねてから申し付けてある。焚き火の間にいるから安心しろ、と言った。 もうお邪魔はない。やれと高中は座り直した兵衛の使命を知って待っていたという態度であった「ご学用に召されました吉見をもってお願い申します」と兵衛は言った「いかなる司祭がございますのかお心打ちをお聞かせ願いと存じます」。 貴様は俺の命を縮めに来た。そうだろう。と高中は言った。それならその役目を果たせ。俺には言うことはない。いや、ぜひともお聞かせを願います。貴様、臆したな。と高中が言った。貴様が手を出さぬなら、俺は自決するぞ。ご側近の者をお供にですか。 何と高中が言った。そばの者もどうするとお供に遊ばすかと申し上げたのです。それはどういうことだご用人の松原殿はじめ、井上、葉山らは、あの世へお供をする覚悟です。と俵へは言った。三人がお供をすれば、他の者も、 手をつかねてはおりますまい。それは大殿のご上位で禁じられている。違反する者はその親族まで罰せられる。そう申しましたが、彼らの決心は変わりません。馬鹿者。高中は吐き出すように言った。あのバカ者ども。ヒ衛は高中の顔をじっと見上げた。 彼らが純死するということは、大井之助にとって全く予想外であり、非常な苦痛と負担であることが、兵衛には明らかに分かった。念のために申し上げます。と兵衛は言った。もちろんお分かりではございましょうが、役目を果たしました上は、私もその場を去らず、 お供をつかまつります。黙れ、貴様まではそんな、と高中は叫んだ。そんなたわけたことを申して、この上、なお、俺を苦しめるつもりか。では、死祭をお聞かせください。バカ者。私どもは皆若殿を、バカ者、と高中は叫んだ。 この馬鹿者。高中は冗談から飛び降り、ヒ衛の襟紙を掴んでねじ伏せようとした。ヒ衛は、お手迎えいたします。と言い、高中の腰に手をかけると、匠に足を払って投げた。高中はすぐに羽を着た。二人は合死と組んだが、ヒ衛は、押すと見せて体を開き、引き落として、 仰向けになった高中を素早く押さえ込んだ。今だひょうえ、ヒョエ。と高中は言った。役目を果たせ。ヒョエは息を切らしていた。高中はもっと大きくあえいでいた。ヒョエは押さえ込んだまま、涙の溢れてくる目で高中を見た。昔は、 十五人の語角友の中で、土俵へは息を切りながら言った。力技でも、武術でも、学問でも、若殿に及ぶ者は一人もなかった。温かく、情け深い、思いやりのあるご性質に、家中全体が希望を寄せ、やがては、お家の中高になられるものと、 お信じ申し上げていましたのに、いかなる理由か、にわかにご業績が乱れ、ついには、かような情けないことになられてしまった。今では、この私にさえ組み敷かれるほど、ご体力も衰えておしまいなされた。貴様、それで勝ったつもりか若殿、とひょうえが言った。 私どもは皆若殿のお味方です。ご覧行には司祭があるに違いない。それを聞かせてください。若殿。次第によって私どもの命を懸けて、大殿にご赦免のお願いをします。どうかその司祭をお聞かせください。聞きたかったら腕で聞け、と大井之助は言った。 勝負はまだこれからだ。ヒョウエは、若殿、と叫んだ。高中は下からヒョウエの顎を突き上げ、体を一転させて飛び起きた。しかしヒョウエは隙を与えず、踊りかかって組むと、激しく投げを打ち、転倒する高中の上へ馬乗りになった。高中は仰向けに、 しっかりと押さえつけられたが、不意に、あと目を見張り、なおやめろと絶叫した。よせならんぞ表衛には、高中の絶叫する意味がわからなかった。ただ本能的に振り向こうとしたが、それより早く、右の肩へ火を突き刺されたような打撃を感じ、同時に、後ろから 体当たりをくらって前へのめった。あの女だ。ヒョウエはそう気づいた。おそばにいたあの女だ。そう気づいたのは一瞬間のことであるが、その時は右の下腹へ、またしても火を当てられたように感じ、我知らず手を振って、そこにあった腕を掴んだ。こさぶ。 動くなと高中が叫んだ。その担当を動かすな。担当を抜いてはならんぞ。じっとしていろ。ヒョウエは掴んでいた腕を離し、手探りで脇腹に刺さっている担当に触れた。高中のわめく声がし、人の倒れる音と女の悲鳴に似た泣き声が聞こえた。従大 これを連れて行け。と高中が言った。医者を早く。誰も来るな。医者を早く呼べ。他のものは来るな。と高中のわめくのが聞こえた。大して深くはないな。ヒョエは目をつむっていた。担当のっと着物との間に指が入る。そう深くはない。 肩の傷は骨へ当たったらしいが、これも朝でだろう。ヒョウエはそう思った。左向きにオがし、足を縮めたまま、じっと左手で担当を押さえていると、それはまるで血が通ってでもいるように、白道の旅ごとにかすかに動いた。そして、 突き刺さっている刃の部分では筋肉が引きつるように緊縮するのが感じられた。傷はまだ痛まなかった。どちらも痺れたような感じだった。担当を抜かないのは出血を防ぐためで、医者が来るまでヒョウエは息を潜めたまま動かずにいた。医者は二人来た。 手当てにかかると痛みが始まった。医者は体を楽にしてと言ったが、兵衛は苦痛のあまりつい体に力を入れる。するとつんざくような痛みが起こった。大井之助はそばにいた。他の者は誰も近寄せなかった。傷は腸まで届いてるか。いや、 そうではなさそうです。よほど深いか。蝶は大丈夫のようです。高中と医者がそんな問答をしていた。ヒョウエはそれを苦痛のために痺れた頭で途切れ途切れに聞いていた。明朝までこのまま寝かせておいてくださるように、と医者が言った。 動かすことも、話すこともいけません。食べ物はもちろん、乾いた舌を濡らすだけでございます。わかった。と高中が言った。俺が自分で見とっている。私はあちらに控えております。そうしてくれ。重ねて申し上げますが、口を聞くことは、固くお禁じくださるよう。 もう一人の医者が念を押した。血の管が塞がる前に口を聞くと、ひどい出血を起こすことがありますから。大井之助は分かったと言った。肩はそれほどでもないが、腹部の傷は縫い合わせた後の方が痛みが激しく、表へはともすると激痛のために気が遠くなりそうであった。 口を聞くな。誰もおりませんかひょうえ、と高中は言った。お前の傷は今縫ったばかりで、口を聞くとひどい出血を起こしかねない。俺が命ずるから口を聞くな。しかし私はいずれお供をする体です。若殿。俺は聞かぬ。 友も許さぬ。小サブを、このまま死なせるおつもりですかとヒョウエは言った。許さぬとおっしゃっても、今一動きすれば、あの世へのご先祖ができます。人動きいたしましょうか。大井之助は目をつむった。お願いです。とヒョウエは言った。若殿の苦しみを、 お分けください。小サブがその二の半分を背負いましょう。それはできない。私にできませんか誰にもできない。と高中は言った。誰にも。これは俺一人が背負わなければならないものだ。話してやるから黙って聞け。 黙って聞くと約束するか。ヒ衛は目で答えた。大井之助はうなずいた。俺は、ミップの子だ。ヒ衛は気厳そうに目をすぼめた。俺は、相模神高持の子ではない。と高中は言った。俺は父上の子ではない。 母とミップの間にできた子だ。高中の方が突然げっそりと焦けたように見えた。ヒョエは口を開いた。その刹那に起こった高中の相貌の変化は形容しがたいものであった。見る間に骸骨にかするのではないかと思われるほど、げっそりと肉が焦け、 どす黒い影にくまどられた。ひょうえは口を開け、大きく目を見開いたまま、ひたとおいのすけを見上げていた。それを知らせたのは、よしおかしんのすけだ。若との、何も言うの、と高中は言った。まことの父、みっぷが、重い病気で、 回復の望みはない。息のあるうちに一目会いたい。吉岡が俺にそう言った。俺は目がくらんだ。そして気がついたら、そこに吉岡の死体があり、俺は血刀を持って立っていた。ヒ衛は痛みを感じて低く喘えいだ。それは傷が痛んだのか 別の痛みか判別しがたかったが、心臓の凍るような痛みであった。俺は母上に聞いてみた。高中は声を潜めた。それはわめき叫ぶよりも、かえって通説な響きを持っていた。母上は答えなかった。と高中は言った。 そうだとも、そうでないと申おっしゃらず、俺の目からお顔を背けられた。だがその時、母上のお体が震え、お顔が青くなるのを俺は見た。俺は今でもその時の母上の姿をありありと目に描くことができる。 吉岡慎之助が成敗されたと聞いて、慎之助の父は、その妻と共に自殺した。おそらく、せがれが成敗された理由を知っていたのだろう。ことによると、父親が慎之助に伝言を命じたのかもしれない。したがって、母とミップとの詳しい事情は知ることができなくなった。ただ、 それが結婚前のことであったという以外には、その人の名を知る手立てもなくなった。もちろん、大井之助は知りたいとは思わない。むしろ、もしできるなら、そんなことは何もかも忘れてしまいたかった。俺の苦しいのは、自分が密布の子だということだけではない。 この俺というものが、そのままで父上を裏切っていることだ。大井之助は、うめき声を抑えるために、しばらく口をつぐんだ。父上は、俺を愛してくれた。俺にとっても、父上は、何者にも代え難い人だ。父上と俺とは、他の どんな親子にも似ないほど、お互いを愛し、大事にしあった。お前はそれを知っているだろう、ヒョ老人たちは父上があまり俺を寵愛するので、俺を生倉にするのではないかと心配したくらいだった。それもお前は知っているはずだ。 家中全体のものが知っているはずだ。しかも俺は父の子ではない。父の子だと偽られたミップの子だ、と高中は言った。俺はその時から別の人間に変わった。俺は 大井之助高中ではない。俺はそうではない。大井之助高中ではないんだ。彼は母のことは言わなかった。しかし、女全体に不信と縁を思った。彼は父に対する愛情に苦しみ、自分に対する相模守の,の愛情に苦しんだ。 実に苦しい。他のいかなることよりも、相模守の,の無条件な愛ほど苦しく、耐え難いものはない。大井之助は酒を飲むことを覚えた。乱水と凶暴、その中にだけ、わずかに苦悶を忘れることができた。ごくわずかな時間だけ、 父の愛から解放されたい。もしも父から憎まれることができたら、いくらか商材感が得られるかもしれない。大井之助は進んで乱水と凶暴へ自分を追いやった。相模守は絶望し、悲しみ、嘆いた。大井之助を憎もうとはしないで。 彼がそんなになったことを怒るよりも悲しみ落胆した。これは二重の罪だ。と高中は信任するように言った。父上から憎み疎まれようとして、帰って父に失望と悲嘆を与えている。どうしたらいいか。母上にとっても 俺が生きていることは、ご自分の罪が生きていることだ。お前ならどうするヒョエ。お方様は、とヒョエが言った。若とのお一人を設けられただけで、後には一人の和子様も、お産み遊ばしません。それがどうした弟君お二人は、 お部屋様のお子でございます。と兵衛は言った。とすれば、お方様は、若殿の実の父君を、真実愛しておられ、ご結婚の後も、その方に三竿を立てておられたのではないでしょうか。だからどうだというのだ。諸皇の間のご縁組には、 昔から随分非常なことがあったようです。これはもちろん私の想像でございますが、お方様がその後、和子様をお産み遊ばさぬのは、大殿様がその事情をお察しになって。ああ、よしてくれ、と高中は遮った。もしそうだからと言って、俺の立場が、 少しでも変わると思うのか少なくとも、ご自分から死をお選びになるようなことはないと思います。<laughs> ヒョウエは、ミップの子という経験があるかお待ちください。お前は経験したかと高中は言った。意見を言うなら、自分で経験し、 自分で確かめたことを言え。そうでなかったら、分かったようなことを言うな。若殿、眠れ。と高中が言った。お前が立てるようになるまで待っている。もう口を聞くな。ヒョエは目をつむった。若殿は、待っておられたのだな。 と彼は心の中で思った。自分の命を縮めるための使者が、江戸から来るのを待っていたのだ。乱水凶暴は、自分を罰してもらうためであった。相模守の,の意志によって、自分を始末してもらうことが、大井之助には唯一の詳細だと思えたのだ。 だが、俺にはできない。とヒョウエは心の中でつぶやいた。俺には、この役目を果たすことはできない。ヒョウエはまもなく眠った。目が覚めると、ひどく喉が乾いていた。唾を飲もうとしたが、口の中はすっかり乾いて、舌が張りついたようになっていた。 お口を示しましょうか。という声がした。そちらを見ると、ナオと呼ばれるあの女がいた。ヒョウエはうなずいた。ナオは箸で綿を挟み、水に浸してヒョウエの口へ持ってきた。飲んではいけません。喉を示すだけにしてください。とナオは言った。 ヒョエはうなずいた。彼は下で綿を吸い、わずかな水で喉を潤した。今は何時ですかとヒョエが聞いた。お話をなさらないでください。とナオが言った。もう間もなく、開ける時刻ですわ。ヒョエはうなずいた。ナオは自分のしたことをわびた。 夢中でやったのである。若様が二度も組みしかれ、これはもう刺されるのだと思った。すると、目がくらんだようになって、夢中で飛びかかったのだ、と言った。ヒョウエは頷いて、わかるよ、と言った。いいえ、おわかりにはなりませんわ、とナオは言った。私がなぜあんなに逆上したか。 あなたにわかるはずがございませんわ。私にはわかるんだ。とヒョエは言った。私はみんなに会った。この御殿へ来た娘たち、全部に会って、みんなから話を聞いているんだ。それでもなお、若様のお命を縮めようとなさるんですか知っていたのか 若様がおっしゃるのを聞きました。若様は、やれとおっしゃいました。聞いたのはそれだけか。ヒョウエは、ナオの目を見た。ナオは、はいと言った。ヒョウエは、うなずいた。そうだ、あの話は、その後だ。自分が刺され、医者に手当てをされた後。 二人だけになってからのことだ。土俵へは思った。なおは言った。自分は城下町の基礎分という材木問屋の娘である。やはり半ば無理やりに山荘へ連れてこられたが、五日目に帰ると言われた。自分は帰らないと答えた。それから五日目、十日、 という風うに帰れと言われたけれども、自分は一生おそばにいる決心で、今日までずっと我を通してきた。しかし、他の娘たちと同じように、自分も若様に指一つ触れられたことはない。あなたはこれをどう思うか、とナウは言った。母耳のためだ。 とヒョウエは心の中で思った。自分の出生の秘密を通して、女性というものが信じられなくなった。ことによると、憎悪さえ感じているかもしれない。そうだ、おそらく、憎悪だろう、とヒョウエは思った。それが、娘たちをさらってこさせ、また、 手も触れずに追い返させたに違いない。ヒョウエはそう思った。それは、若様はお酒も随分召し上がります。となおは言った。悪酔いをすれば、乱暴をなさることもあります。でも、あなたがみんなの話をお聞きになったのなら、わかるでしょう。若様は酔って乱暴はなすっても、 非道なことは決して遊ばしませんわ。しかし、とヒョエは言った。娘たちはそうだとしても、泉屋やセニキューベまた、菩提寺の住職などを切ったのは、ああ、とナオはさい言った。それをご存じないんですか訳があるんだな。フシだらだからです。 と、なおは言った。誰がということは申せませんけれど、皆、自分のうちの召使いや、他人の妻や娘などに手をつけたり、幾人ものご家に子を産ませたりしたからですわ。菩提寺の住職もか。五人ともです。と、なおは言った。女癖が悪いのでは、みんな、 評判の人ばかりですわ。ヒョウエは胸に鋭い痛みを感じた。少し眠ろう、と彼は言った。私はもう大丈夫だから、あなたも行って休んでください。ナオは、はいと言ったが、立って行く様子はなかった。ヒョウエは目をつむ これでも、お命を縮めなければならないだろうか。ヒョウエはそう叫びたかった。若殿には何の罪もないし、どんな罪をも償うほど苦しんでこられた。もう十分だ。若殿は生きなければならない。若殿を生かすのだ。とヒョウエは繰り返し思った。どんなことをしても、 生かしてあげなければならない。どんなことをしても。そしてヒ衛はまた眠った。彼は人の声で目を覚ました。もう日が高くなっていて、開けてある襖から入り川を越して向こうの広園に冬の午前の暖かそうな日光が溢れているのが見えた。 人声は表の間の方で聞こえた。何やらただならぬ気配で、若殿、若殿と,と,という声がし、バタバタと足音がした。ヒョは青くなり、起きようとしたが、傷の痛みで身動きができなかった。騒ぐな、と高々の声がして、見苦しい騒ぐな、 俺は何もしない。休息の前続く襖が開き、大井之助がこちらへ入ってきた。ヒョエはぞっとした。大井之助は白の小袖に白の袴を履き、右手に担当を持っていた。自殺するつもりだ。とヒョエは直感した。白の衣装と右手の短刀とが、 そのまま死を示すように思えたのである。大井之助は後ろを振り返って、誰も来てはならぬと言った。若殿という声がした。よし、入れ、と大井之助が言った。殿もは入れ、他の者は一人もならんぞ。すると、広岡殿もが、 腰をかがめたまま入ってき、ずっと下がって座った。大井之助は兵衛に向かって、上座に座り、担当を左の手に持ち替えて膝の上に置いた。若殿、と兵衛が喉声で言った。あなたはお約束をなさいました。私が立てるようになるまで待つと。 待つ必要はなくなった。大井之助はそう言って殿もを見た。殿も、もう一度九死の向上を申せ。はあ、と殿もは平服していった。恐れながら、大殿、の相模の神様には、かねて五秒画中のところ、にわかに御用体返事、十一月七日、 井の下国、ご高いとのんことにございます。ヒョエは大きくあえいだ。なお、と殿は顔を上げて続けた。五輪中に先立って、ご家督には、やごろう気味を治すようにと、ご遺言遊ばされたとの使者の向上にございます。ヒョエ、聞いたか と高中が言った。ョ衛は避けるほど目を見張り、大井之助を見上げながらあえいだ。殿も下がってくれ。と高中は言った。俺は父上のお死者としてのヒ衛に話がある。誰も近寄せないでくれ。ヒ衛がご家老と言った。 救いを求めるような声であった。大井之助は強い調子で、下がってくれ、と殿に言った。お願いです、若殿、とヒ衛が言った。殿は入り側から退出した。ヒ衛、その方は父上のお使者だ、と高中は言った。 担当の塚を握った。よく見ていてくれ。ヒョウエは、あっと言って片手を伸ばした。大井之助は担当を抜いた。そして左右の手を頭の後ろへ回し、元取りを切った。そして手を離すと、髪の毛はばらっと背と肩へ垂れた。伸ばしたヒョウエの手が、 力をなくして畳へ落ちた。ヒョは口を開いてあいだ。大井之助は返しを出して担当を拭い、鞘に収めて脇へ置くと、返しで顔を押さえながら、声を潜めて泣いた。ヒョの喉へもおえつがこみ上げてきた。投げ出した手を縮め、両手で顔を覆いながら、 ひょうも泣いた。父上、もう一度、父上と呼ぶことをお許しください。と高中はささやいた。父上は、見たまになられたから、もはや、何もかも、お見通しでございましょう。私は、お供をいたしとうございます。高中のささやきは、 おえつのために途切れた。それで泣くと、と彼は続けた。五感気をこむって死を賜ったのですから、できることならお供をしたいのですが、私が死ねば私の供をすると申して聞かぬ者がおります。彼らはどうしても決心を変えようといたしません。 それで、私は断念いたしました。私は、今日から出家となり、一生、父上のお墓守りを務めたいと思います。お許しくださいますか、父上。ょうえが、若殿、と言った。若殿、片付けのうございます、と彼は言った。 かたじけのうございます。大井の助はしばらくして、顔をぬぐい、担当をとって、ひょうえの方へ押し合った。約束の聞く一文字だ。とっておけ。ひょうえは涙を拭き、ぬれた目で、いぶかしそうに大井の助を見上げた。忘れたのか、とたかなかが言った。 甲子丸の頃、その方を泣かせて、詫びの印に一度やった。殿下の品と分かって、取り替えたが、俺の代になったら使わすと約束してあった。兵衛は思い出した。しかし、もったいのうございます。取っておけ、と高中が言った。それは、 あの時から兵衛のものだったのだ。そして大井之助は立ち上がり、黙って兵衛を見下ろした。兵衛もまだ濡れたままの目を上げてじっと見つめた。大井之助の目が、小さぶと呼びかけるようであった。見取りの者が来ている、と高中が言 ゆっくり眠るがいい。大井之助は休息の間の方へ去った。若君と兵衛は囁いた。幼い頃の呼び名を口の中で囁きながら、彼は大井之助の去った方をじっと見守っていた。白い袴の裾を蹴りながら、 静かに去っていった後ろ姿が、いつまでも目に残るようであった。やがて入り側から一人の娘が入ってきた。広岡家の右輪であった。大井之助が、見取りの者のと言ったのは、彼女のことを指すのだろう。兵衛はまだ気がつかなかった。 右輪は敷居を隔てて座り、手をついて表への方を見た。お許しを願って、五階方に上がりました。と彼女は言った。右輪でございます。